この日和山の階段登ってくると分かったと思うんですけど、非常に危険な階段なので、高齢者の方とか子供たちが上がってくる、降りる中で怪我している方が相当いるんですね。実際に手すりやった方が危なくない感じですよね。そうね、手すりやった方がいいですね。やった方がいいよね、うん、今ね、お金集めて手すり作ろうって今やってる。そうですか、そういうことやってます。このレディフォートの出会いといいますか、きっかけ教えてください。ええ、私もね、あんまりパソコンというのは得意じゃないですけど、うちの従業員に松浦というのがいまして、それがパソコンを非常に得意なもんですから、それでこの神社復興とかいろんなことで、この町の人たちにいろんなことを投げかけてもいいんですけど、皆さんが自宅とかなんか全て紛失した方に寄付をしてくださいとか、そういう方がすることができないんじゃないかと、それでみんなで話し合った結果、インターネットでそういうふうな、システムがあると、その仕組みをうちの社員たちが、検討して、それでこれがいいんじゃないですかと、じゃあとりあえずやってみようかな。実際に行政の方にも一応話はしたんですけど、なかなか行政の方も簡単に考えていて、建設現場の単価ですか、ああいうので手すり作りたいみたいな話をして、この議会を通して予算決定すると4月半ばあたりという話だったんですね。でそれじゃあちょっと追悼の式典には間に合わないと、で私のところで単独でもやりますということですね。金属で作っちゃうとね、どうも手がね、行きにくいんじゃないかと。今みたいに寒い時期だとね、持ちたいんだけど冷たいんじゃないかと思うのもあるし、それはやっぱり木の感じで作れば、結構でも業者さんに聞いたら樹脂のあれで結構暖かいと。そういう感じらしいです。ここでやっぱりグリップも、一般住宅の高齢者のあれと同じように握りやすいサイズにしたいなと思っています。これからもう一つ考えているのがガイル塔ですね、上り口とかここの上に上がった時の、暗くなった時にちょっとつくくらいのガイル塔を設置してみたい、これがこの神社の日和山で目標にしているところですね。入り上げのですね、復興というのは何年かかるか分かりません。全国の皆様方にですね、私どもがファン、そのインターネットを通じていろんなことを語りかけていきます、それによって全国の皆さんから協力をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。